あの今日話す内容がなんとなく近い距離で喋ってる感じで受け取ってもらえると俺は嬉しいなと思って今週はちょっとこの画角で喋っていきます普段ね、まあ、こ,こ,うこう話してもあの <laughs> こう話してもピンマイク使ってるから音量とか何も変わらないんですけどなんか距離感の問題 <laughs> ちょっと自己満足なんですが今週はこの画角で。 お付き合いください。ちょ,ちょいちょいあの外れてるかもしれないけど、気にしないで。で、まずね、えー、昨日の共通テスト。そして、まあ、昨日じゃないかもしれないんですが、えっと、中学生で私立入試が終わった方もいるようです。まずは、お疲れ様でしたで。今日はですね。まあ、共通だったりとか、まあ、私立入試。がうまくいってる方、うまくいった方。とか。あとは逆にうまくいかなかった方。まあ、いろんなね、こう、連絡が来てたので、まあ、そこについて思うことを少し話していきます。まず、うまくいってる方。で、共通うまくいった。 とか、えー、と私立がね、まあ、公立が本命で私立の高校入試がまず語学がゲットできたっていう方ねえー、おめでとうございます、ね、ひとまずはまずこう通過点としてよくやったお疲れって思いはあるんですあるんですけど、えー、ともともと塾講師やってた時もそうなんですがやっぱね一部見受けられるのは気が抜ける方、はい、でこれがねまだ本人が多少意識があるだったらいいんですよ あ気が抜けてる気がするってね。そうで何とかしようってしてる方はもちろん大丈夫なんですが結構無意識、うん、本人は全然自覚がないんですよそこに関しては自覚がないんですけどまあ周りから見てるとんっていうそう思うことがあるんですよね。でこれはかなり危ないです。特に、ね、大学入試なんて当然簡単にひっくり返されてしまうので、まあ、受験を勝負事と,として考えるんであれば、まあ、他のねスポーツとかも含めて。 油断、そして慢心は一番の敵だと思っています。自分のないと心の中でね、一番、えー、とあっちゃいけないものだと思うんです。だから、うん、共通だったりとか、その私立入試があった前以上に、まあ、前と同じくらいでもいいんだけど、もうそれ以上のギア、ギアを一段階上げるぐらいの気持ちで残りの期間をやり切ってください。うん、自分の中で。 あ例えばねどんな場面で分かるかっていうとじゃあ勉強やってきましたでもうちょっとやろっかなって思う場面とかあるじゃないですかそこで今まではあのやろうからでもここまで頑張ったしいいかなっていう選択肢を、まあ、やってたんですよいやでも頑張んなきゃみたいな、うん、それは無理しすぎじゃダメだよダメだけどでもまあでも共通取れたしいっか今日はみたいなここって結構な差なんですよね残り12ヶ月だからもうそうだからここの部分 最後までしっかり自分のこの足で走り抜くんだっていうのは思ってほしい、うん、なんでそこはねちょっと伝えたくてなんか <laughs> うるせえよって、ね、なるかもしれないんですけど、うん、油断満身があってそれに後からさそれうまくね最終的な結果がうまくいかなくて後から振り返った時に油断満身があったかもしれないなんて思うのはつらすぎるからだから。 ね、今うまくいってさ安心感でほっとしてるとこになんか水を差しちゃうかもしれないけどもしっかりやっていこう最後までねっていうのは伝えたくしゃべらせてもらいましたそして、えー、うまくいかなかなった方ですねあの今回の共通の結果でその第一志望をもうそれに関してはもう周りがどうこう言えることではなくて本人が一番つらいし本人が一番悔しい。 ので、うん、励ますなんていうこともおこがましいと思うんですが私も人生生きてきて、まあ、受験もそうですけど、あのーまあ、仕事においてもうまくいかないかったこととか努力が自分の描いてててたた形にになならなかっっっことっていうのはやっぱり往々にしてあるんですねでそういった場面で自分がどういうふうに考えてきたかっていうのをだけ伝えられたんだなと思って今回伝えていきます。あのー その耳障りがいいことは言えないのでちょっと今メンタル的に厳しい方はもうここで動画を切ってくださいある程度自分の中で受け止められるかなと思った時に見てくれると嬉しいです。でどう考えるかっていうとその過去の努力してきた部分まあ家庭の部分ですよね家庭の部分とか今回の結果ですよねそれってもう変わらないじゃないですか事実は、ね。努力量にしても 結果にしても事実は変わらないんですよそこは変えることはできないんですねもう受け止めるしかないんですでその例えば過程の部分もさ結果が出なければ努力全部無駄だったんだって思うこともあるじゃないですかお前さよなバキってなっちゃった <laughs> あるじゃないですかでその部分だったりとかその結果が足かせになるんですよ自分のこの足の重りとなって 自分が歩くのを邪魔するんですよね前に踏み出していくのをでも足かせにするのかこの事実を悔しさとか自分に対する情けなさとかをエネルギー源にするのかっていうのは今の自分が選べるよなっていつも思うようにしてます、うん、過去は変わらない過去の事実は変わらないんですけど現在 自分が選べる選択肢は選べるんで変えられるんですよね。でその選んだものによって未来が変わっていくと思っています。だからさっき過去の事実は確かに変わらないんです。共通テストの特典も変わらないんですもん。でもそれを受け止めてどう選択していくか例えば例えば自分がそれをエネルギー源にすることができたらあの過去のこの事実は変わらなかったけど 意味は変わりますよねあれがあったからこういう風うに強く前に踏み出すことができたって思うことが今はできなくてもいいんですでも後で振り返った時にそう思える可能性はありますよね絶対じゃないんですけどだからいつもそう思ってます自分はあ、それがねみんな自身がさ本当辛らい時にそれを思えるかって言ったら難しいし俺がまあ受験の時にね私立バンバンって落ちて で国公立の前期も落ちてってなった時にそれをね今この動画見てそう思えるかって言ったら難しいとは思います正直でもそういう考え方もあるんだって落ち込んでるとさ視野が狭くなっちゃうじゃんで周りの声って届,か届きにくくなっちゃうからだからなんかそれを言いたくて今回この距離で <laughs> 喋らせてもらいました、えー、うまくいってる方も今ね苦戦してる方うまくいかなかった方もあの受験がね 終わった時にうん自分がこう辿ってきた道を振り返って胸を張って頑張ってきてよかったってお疲れ様自分ってでその先にきっと周りの方への感謝とかもあると思うその思いその経験がみんなの必ず糧になっていくと思っているので一人でも多くの方がそうなることを心から願ってます。 あのもう頑張ってる方に頑張ってっていうのはね、もうまあ違うと思ってるんですけど、でもなんか、うん、応援音の気持ちを表すのは、やっぱそれが一番なんかいいかなと思うので、言わせてください。お互い頑張りましょう、ね、ラストスパート、しっかり、しっかりね、自分の気持ち大事にして前に進んでいってください。はいということで、今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。まままたたねね次回の動画でお会いしましょうそれじゃあ、またね、ババイイ